今回は、俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる球を紹介します。壊れた診療を見過ごせず、ハーレム王となる決意をするエーフとし、しかしマリオはあくまで近づとの中を応援しようとするが、彼女がいて、幼なじみがいて、元カノ、婚約者と限りなく修羅場に近いラノベ、球館にして意外とレビュー書く人が多いということは、 そこそこまだ読み続けている人がいるということですね。私は書店で購入したので、リーフレットなし版です。あらすじは、アンチ恋愛の A ふとし、周りの女の子たちとハーレムを組む計画を無謀にも立てます。一人ずつ説得するため、まずは、風紀委員長。で、婚約者のアイコロもの説得。そして、中二病。 で前世の彼女の姫子も考えを打ち明けますまた医学部志望の A 太は内心症を良くするために生徒会長を目指します幼なじみの近づと偽彼女の診療との確執が面白かったこのシリーズではあったのですがとうとうハーレムカンシュララノベになってきましたアイコロモも姫子も一時のわっちゃ消えた状態から普通の女の子風に戻っているし 唯一壊れっぱなしの診療も最後にちょっとだけ意外な行動に移りますがこの巻では大きく弾けていません物語の方向性が少し決まってきたこの巻当初の面白さとそれぞれの女の子の可愛さと必死さが戻ればいいなぁと思える点で良かったと思います以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。